皆さんは2007年問題ってご存知ですか？昭和22年から24年に生まれた団塊の世代と言われる人々が定年の時期を迎えることから、企業などで深刻な人材不足が生じると言われる問題なんですが、逆に言うと今まで第一線で働いてきた人の多くが地域社会の中で第二の新たな人生をスタートするということなんです。三田市ではそういった人を対象に、これからも明るく楽しく有意義に過ごしてもらおうと、いろんな取り組みを行っています。今回の輝き三田では、団塊の世代を含むシニア世代の人々の第二の人生のヒントを探りたいと思います。これからの人生をスタートするにあたって、いくつかの選択肢があります。まだまだ現役で再就職して頑張りたい、自分の時間を大切にしながらも少しは仕事をしたい、仕事とは別の今までできなかったことにチャレンジしたい、など自分に合った生き方を考えていらっしゃると思いますが、少しは仕事をしたいと思っている人、こういったところはいかがですか？ここは新三田駅前の駐輪場。ここでバイクや自転車の受付管理をしているのは、三田市シルバー人材センターの皆さんです。シルバー人材センターとは、さまざまな仕事を請け負い、会員の希望や能力に応じて仕事を紹介提供する社団法人で、仕事の内容に応じて報酬を受け取ることもできます。さらにシルバー人材センターは、働くことを通じて生きがい、健康維持、社会参加を目指すとともに、地域社会の活性化を図ることも目的としています。市内にお住まいでおおむね60歳以上の健康で働く意欲のある人なら、どなたでも入会できます。入会されたきっかけは、私大阪の方ですからね、会社がね、で三田の方でちょっと働きたかったから。友達作りです。このお仕事は楽しいですか？楽しいですよ、面白いですよ。ここお客さんがね、1日ね、やっぱ1,700、1,800来られますんでね、お客さんなどいつも接するのがね、いいですよ。若い人いっぱいいます、ね。退職されて、第二の人生として、はい、こうやってお仕事を始められてるって、はいはいはい、それはご自身にとってどういう意味があるんですか？それはやはり生きてる証といいますか、生きがいだと思うんですけどね、おかげでお友達もたくさんできました。非常に幸せに思ってますけど。まだ退職されても第二の人生をどういうふうに歩もうかなっていうのを悩んでる方がいらっしゃったら、どんなアドバイスをしてあげたいですか？ぜひシルバー人材先生に入ってですね、地域社会に貢献して、まだまだ生きてるんだということを見せていただきたいなと思っています。シルバー人材センターでの仕事の内容は、駐輪場の管理などのほかに、草刈りや清掃などの軽作業、症状書きや受付などの事務作業、家事手伝いや留守番などのサービス作業、さらに技術や技能を生かした植木の剪定や大工、左官などもあります。いずれの仕事も利用者に喜んでもらえれば、やりがいも見出せるのではないでしょうか。さて、第二の人生がスタートして、自分の時間が持てるようになり、これからは今までできなかったことに何かチャレンジしようと思っている人、
さらなるステップアップを目指して、こういった活動はいかがですか？まずは何か学習がしたいと思っている人におすすめなのが三田市立高齢者大学です。三田市立高齢者大学は昭和47年開校から34年の歴史があります。ここでは60歳以上の人が生きがい作りや世代間交流、地域リーダーの養成を目的に毎月1回教養講座を受講しています。この大学ではおよそ600人が健康づくりや経済、郷土史などのテーマや時事問題について学んでいます。就業年数は3年で、卒業しても大学院生としてさらに3年間専門的な学習をすることができます。息を吸って吐いて。三田市立高齢者大学では机に向かってのお勉強ばかりではありません。楽しいクラブ活動もあるんです。足とかかとを上げて 1,2 秒静止して息を吐きながら下ろしています。こちらではヨーガのクラブ活動が行われています。今このクラブでは62歳から73歳までの人が緩やかな動きで首、肩のこりをほぐすヨーガをしています。息を吐きながら下ろします。高齢者大学に入学して現役の時とは違って何か良かったことっていうのはありますか？科学技術の仕事ばっかし雇ってね、はい、現役の時ね、はい、でだから言うたらそれと違う観点でいろいろそういう話題が あればね、それを結局老人会のそういう企画にフィードバックするっていうのかな、反映さすいうことを主眼に置いとるわけね。生きがいって何ですか？生きがい、はい、だから自分自身をクリエイトすることやと思うわ。どうして参加しようと思ったんですか？それはね、三田であまり知り合いがいないということで、やはり地元の人とこれから付き合いたいなというのが元ですかね。まあ高齢者大学でもたくさん友達できましたけども、それを縁にね、他のクラブにもいろいろと入らせていただきましてね、はいはい、今もう週に5日間ぐらいはね外に出てますよ。さて、何かボランティアをしてみたいという人、ここ三田市社会福祉協議会ボランティア活動センターに来てみませんか？ボランティア活動センターでは、ボランティアをしたい、ボランティアをしてほしいといった人同士をコーディネートしてくれるんです。ボランティアといっても難しいことではないんですよ。自分の趣味や特技、興味、関心のあることを活かせばできるんです。人と人とのつながりを深め、何かの役に立ちたい、そんな個人やグループを登録しているのがこの三田つながりバンクです。それではこの三田つながりバンクに登録している三田ハーモニカエコーズをご紹介しましょう。三田ハーモニカエコーズには45歳から80歳まで14人が参加しています。代表の藤田さんを中心に毎月2回自分たちのペースで練習をして、要請があれば演奏に出かけます。楽しいですか？まあね、まあ休んだことはないです。
腹がいいね。こう大きく腹で吹かなあかんって。お腹が。口でフッフッて吹いてらあかんと。腹からこうって吹かなあかん。じゃあ体にもいいですね。このサンダハーモニカエコーズは楽しいですか？楽しいですよ。みんな和やかですしね。第二の人生の生きがいって何ですか？はい、このサンダの地に住んで、そこで地域の人とうまいこと交わって楽しく過ごせるのがいいと思います。参加されてみていかがですか？やはりまあこういう、ま、あの好きなあの趣味を持ったということですね。あの友達ができたりして、あのなかなか和やかで、そういうあの、まあ、定年してからは、まあ、やっぱり趣味を持たないかんなということをつくづく感じましたですね。さあ何しよう、どうしようと慌てないためにも、同年代の人と一緒に考えてみませんかというようなことで、三田市にはこんなグループもあるんです。三田ボランティア祭りに参加しているおっちゃんガーデンは、定年前や定年後の男性中心のメンバーで、第二の人生の生きがいを見つけるきっかけ作りや地域での居場所作りを目的としたグループです。このおっちゃんガーデンなんですが、何年に発足されたんですか？平成17年の9月が、まあ、第1回目スタートです。年齢層とか、どのような方が集まられているんですか？主にはやはり定年された方ですので、まあ、60代の方が中心になっております。それと、まあ、70代とか、あのつい最近ですけど80代の方もあの参加されて、まあ、どんどんその層が広がっていっております。で、まあ、50代の方も参加されつつあります。とりあえずはまあ楽しむことを先にしてますけど、まあ、今後はボランティアなんかにも発展していきたいなとは思っているところなんですけど。おっちゃんガーデンに参加されるようになって性格も変わったの？こういうところに来ますとみんなで喋りますから、まあ、結構笑う機会も多いですし、笑うとやっぱり顔の筋肉も使いますので、あの路面みたいな顔にならずに済むかなと、年取っても、まあ、喋ると頭多少は使いますから、まあ、僕星にはなってるんじゃないかなと、役に立ってるなと思ってます。どういうところが面白いですか？やっぱりみんなと話をしてですね、自分の困ったことをお話しすると、それに対してですね、ああやったらいい、こうやったらいいということを、まあ、親切にみんな教えてくれはるんでね、人、自分の孤独がですね、結局解放されますよね。それが僕は何よりですね。でももともと仕事人間だったから、気がついたら仕事以外趣味ないんですよ。で、結構もう最初から面白くて、自分たちも企画してできるいう部分もあったので、これは楽しいじゃないかと。おちゃんガーデンに参加されてみていかがですか？皆さんの意見聞いてたら、なんかすごく参考になることもあるし、でまた自分自身を PR できる場ですので、まあ充実してますね。ここはおちゃんガーデンに入ったらいろんな職種の人とお話できて嬉しいですよね。それで学ぶこともたくさんありますね。誰もが取り締まりが始まったんですか？やめた。第二の人生を迎えた人も、これから迎えようとする人も、まだまだできることがあるはずです。これからさらに生きがいのある楽しい有意義な生活を送るために、新しい世界に一歩踏み出してみませんか？今回ご紹介したところの詳しいことはご覧のところまでお問い合わせください。おかけ間違いのないようお気をつけください。